ビビビ。徹子の気まぐれ TV です。ビビビ、この間8月15日にハートフルコンサートというのをいたしました。これは毎年やってても32回になるんですけども、その中で音楽物語窓際のトットちゃんというのをいたしました。これは窓際のトットちゃんがシンフォニーになっているんですけど、これは日本で、クラシックのシンフォニーの中では一番多く演奏されているものと言われています。それをこれから皆さんにご覧いただこうと思います。窓際のトットちゃんの音楽物語を映像でお目にかけるのはこれが唯一でございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。とても素敵な音楽です。小森明宏さんという方がお作りになりました。演奏は東京フィルハーモニー交響楽団で、日本で一番古いオーケストラです。ちなみに私はそこの副理事長もしておりますけれども、指揮は角田さんです。ではお願いいたしましょう。どうぞ。あの方が今可愛いとおっしゃってくださって嬉しいと思います。もうね、今何よりも可愛いって言われるのが一番好きなの。ありがとうございます。さて、これからユニセフの親善大使というのをお見せしております。その話もちょっとさせていただいて、今日はオーケストラで音楽物語窓際のトットちゃんをいたします。ユニセフっていうのは国連児童基金って言って、国連の中の一つの機関で子どものために働くところでございまして、まあ本当に世の中には親に死に別れたとか、物食べるものがないとか、もういつ何時子どもがひどい目に遭うかわからない、そういうところの子どもたちをとにかく助けるっていうのがユニセフの仕事です。で、親善大使っていうのはそういう場所へ行って、そしてその状況をテレビで撮って、そして皆様にこういうことなんですよっていうことをお知らせするのがユニセフの親善大使の務めです。私この間ちょっと数えてみたんですけど、私41年目になります。ユニセフの親善大使になって、そしてアフリカ中心にしてですけど37カ国を訪問いたしました。で、写真集をいつも作ってらっしゃる田沼武義さんという写真家、多分ご存知だと思いますけど、いつも首からカメラ下げて私と一緒に37回ずっと一緒に行ってくださった田沼さんがこのままお亡くなりになりました。これは本当に私にとっては辛いことで、田沼さんが私が親善大使になったらすぐ僕も一緒に行っていいっておっしゃってくださったのは心強いことだったんですけど、田沼さんが亡くなって私はとっても心細い思いをしてますけども、まあまた行けるようになった、今ちょっと行けないんですけど、行けるようになったらまたそこへ行って子どもたちのことを皆様にお知らせしようと思います。今日これからやります、窓際のトットちゃんの音楽物語、これを作曲なさいました小森明宏さんが亡くなったんですね。今日本当にそれ以来やってなかったので、今日これをこれから皆様に聴いていただくわけですけど、素晴らしい作曲家でした。げんこつ山のたぬきさんなんかもお作りになったのそうだし、ブーフーウーとかいろんなものをたくさんお作りになって、どれも素晴らしい作品です。でもこの音楽物語窓際のトットちゃんの音楽も小森さんも亡くなりになったので、本当に残念なことだと思っています。まあ今日もどっかで聴いててくださるだろうとは思いますけど、やはりその方がいなくなるということはそういう気落ちする、そういう感じがいたします。今日は8月15日ですから、日本では戦争が終わった日で、本当にああよかったと思った日でした。ところがこの頃若い方たちはもう全然戦争のことご存じないので、当たり前です。戦争終わってから77年も経つんですからね。でももし関心があったら若い方たちにどうぞ関心を持って
戦争の時どんなことがあったのかとか、そういうことを自分のことのようにちょっと考えていただければと思います。ましてやね、私より上の方で戦争に直接いらした方やなんかでまだ生きていらっしゃる方がいらしたら、本当にそういう方たちがどんなにおつらかっただろうと、それからまたご家族を亡くした方とか、そういう方のためにこのハートフルコンサートっていうのを始めたんですね。一番最初の、始めた理由は、そういう皆さんの心の傷をなんとか癒すことができるような音楽を皆様に聴いていただこうというのが始まりでした。ですから今日も、これからやる曲もそうですけども、皆さんのなんか心が和らぐものになればいいなというふうに思っております。話が長くなってもなんですので、これから今日の目玉商品でございますかね、私の書きましたマドリアのトットちゃんが音楽物語になって本を読んでくださった方はもっと面白いかもしれません。でもそんなことを本を読んでなくても、これを聞いてくださいはきっとマドリアのトットちゃんというものがどういうものかお分かりになると思います。あ、ごめんなさい、失礼いたしました。はい、よろしいですか。ありがとうございます。なんで人がいるのかなって私分かんなかったですけど、もうね、こんなに長くやっててね、なんでしょう。はい、これチューニングというんで、これ皆さんね、音合わせて、このメロディーがトットちゃんのテーマです。覚えてらしてください。ホーボーに出てきます。つい先週のことだった。ママはトットちゃんの担任の先生に呼ばれて、はっきりこう言われた。お宅のお嬢様がいらっしゃると、クラス中の迷惑になります。よその学校にお連れください。何しろ、授業中に机の蓋を100遍くらい開けたり閉めたりするんです。それだけならよろしいんですけど、今度は授業中、窓際のところに立ってるんです、ずっと。ちんどん屋さんを呼び込むためです。トットちゃんは叫ぶ。
ねえ、ちんどん屋さん、ちょっとやってみて。ないと思います。最高の神宮屋さんでした。さて、それからこれは昨日のことですけど、今度は通りにではなく上の方に向かって、ねえ何してるのって聞いてるんです。私窓から顔を出して上を見てみましたら、なんと巣を作ってるツバメとお話ししてるんです。ママは決心しないわけにはいかなかった。確かにこれじゃ他の生徒さんにご迷惑すぎる。ねえ、新しい学校に行ってみない？行くけど、金の屋さん来るかな？新しい学校の巴学園のはっきり見えるところまで来て、トットちゃんは立ち止まった。トットちゃんの目の端に、夢としか思えないものが見えたのだった。ママ、あれ本当の電車？校庭に並んでるの。この学校の教室は古い電車だった。トットちゃんとママが入っていくと、部屋の中にいた男の人が立ち上がった。トットちゃんは急いでお辞儀をしてから聞いた。校長先生か、駅の人か、どっち？その人は笑いながら答えた。校長先生だよ。
校長先生は言った。さあ、何でも話してごらん。話したいこと全部。全部？校長先生はトトちゃんの話を聞いてくれた。たっぷり4時間。この時トトちゃんはなんだか生まれて初めて本当に好きな人に会ったような気がした。君は本当はいい子なんだよ。トトちゃんの一生を決定したのかもしれないくらい大切なこの言葉を、トトちゃんが共にいる間中小林先生は言い続けてくれたのだった。電車が教室というのも変わっているし、全校生徒がたった50人というのも変わってるけど、一番変わってたのはこの学校の授業のやり方だった。何しろ1時間目が始まるときに、その日1日やる時間割の全部の科目の問題を女の先生が黒板にいっぱい書いちゃって、さあどれでも好きなのから始めてくださいって言ったんだ。物理の好きな子がアルコールランプを火つけてフラスコをブクブクやったり、中には歌ってる子もいます。猫を連れてきて調べている子もいます。ニャー！トットちゃんは作文です。ある日、学校の外から大きな林歌が聞こえた。巴学園ボロ学校、入ってみてもボロ学校。よその学校の男の子たちは逃げていってしまった。途中まで追いかけて帰ってきたトットちゃんの口から歌が出た。巴学園いい学校、入ってみてもいい学校。
校庭のみんなも面白がって肩を組んだり手をつないだりしながら列になって学校の周りを回り始めた。トットちゃんの後ろの机の男の子が立ち上がって黒板の方に歩き出した。その子は歩くとき足を引きずっていた。どうしてそんな風に歩くの？その子は優しい声で静かに答えた。僕、小児麻痺なんだ。治らないの？その子は黙っていた。トットちゃんは悪いことを聞いたのかと悲しくなった。するとその子は明るい声で言った。僕の名前は山本康明。新しい友達が来たよ。高橋くんは男の子だけど背がうんと低かったし、手や足も短かった。帽子を握ってる手も小さかった。でも肩幅はがっしりしていた。トットちゃんはサッコちゃんやミオちゃんに話してみようと言って高橋くんに近づいた。電車の教室見る？うん。利口そうな声だった。早くいらっしゃいよ。ごめんね、今行くから。高橋くんの足はとても短くて曲がっていたのだった。高橋くんは両手を前後に振りながら急いだ。海のものと山のもの、それは校長先生が考えた
お弁当のおかずのことだった。山は例えばお野菜とかお肉とか、お肉は山で取れるってわけじゃないけど、大きく分けると牛とか豚とか鶏とかは陸に住んでるのだから山の方に入るって考え。卵です。酸っぱい梅干しは山のものです。海はお魚とか佃煮とかお海苔も海のものですし、ちくわだってそうです。校長先生は質問する。伝部は海と山とどっちだい？伝部は魚の身をほぐして細かくしていったものだから海だよ。トットちゃんは生まれて初めてプールで泳いだ。しかも裸んぼで。安明さんのように小児麻痺の子や背がとても小さいというようなハンディキャップを持った子も何人かいたから、裸になって一緒に遊ぶということがそういう子どもたちの羞恥心を取り除き、ひいては劣等意識を持たさないのに役立つのではないかと校長先生はこんなことも考えていたのだった。
大冒険。それはトットちゃんの木に安明ちゃんを招待するというものだった。トットちゃんの木といっても、それは巴の校庭にある木で、巴の生徒は校庭のあちこちに自分用の登る木を決めてあった。でも安明ちゃんは小児麻痺だったから、自分の木も決めてなかった。安明ちゃんを私の木に登らせてあげるんだ。安明ちゃんは夏休みで誰もいない校庭の花壇のそばで待っていた。トットちゃんは物置から脚立を引きずってきて立ててみた。それから脚立の一番上まで安明ちゃんが登るのにどれくらい時間がかかったか二人にもわからないくらいだった。トットちゃんは安明ちゃんの足の下に潜っては足を持ち上げお尻を支えた。安明ちゃんも力の入る限り頑張ってとうとう脚立のてっぺんまで登った。ところがどんなに引っ張っても脚立の安明ちゃんは木の上に移れそうもなかった。寝る格好になってみて、引っ張ってみる。そしてついに二人は木の上で向かい合うことができたのだった。いらっしゃいませ。お邪魔します。二人とも汗びっしょりだった。セミが方々で鳴いていた。二人とも満足していた。これが安明ちゃんにとっては初めて最後の木の森になってしまった。いいかい、今日の先生だよ。何でも教えてくださるからね。校長先生はこう言って一人の男の先生をみんなに紹介した。その人は靴じゃなくて地下足袋で
首に手ぬぐいがぶら下がっていて、破れた麦わら帽子をかぶっていた。あれ、いつもあそこの畑にいるお百姓さんじゃないの？わあ、おじさんが今日は先生なのか。畑の先生。畑の先生は畑の作り方だけじゃなく、雑草のこと、鳥のこと、蝶々のこと、お天気のこと、もういろんなことを面白く教えてくれた。学校の近くの九品仏のお寺で夜肝試しをやった。お化けになる子は思い思いに自分で作ったお化けの衣装を用意して、怖くするぞとか言ってお寺のどこかに隠れに行った。
になった子も怖くなって、とうとうお墓から外に出て、泣きながら学校に帰ってきた。トットちゃんは日比谷公会堂にバレエの白鳥の湖を見に連れて行ってもらった。のダンスのスタジオに通い始めた。ところがその先生の教え方はちょっと変わっていた。力を抜いてだん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 と歩いて、大山合わせてんとみんなが言って、ポーズと先生が言うと生徒はあっというふうにいろんな形を自分で作って、その形で止まるのだった。この先生のスタジオにだんだん行かなくなってしまった。昼休みに、今晩新しい電車来るわよと校長先生の娘の美代ちゃんが言った。それは図書室用になる電車だった。どうしても電車が来るところを見たい人は、一回家に帰ってパジャマと毛布を持って晩ご飯を食べてから学校にいらっしゃいと校長先生に言われて、夜学校に集まったのは全部で10人くらいだった。
坑道で寝ていたみんなは、来た来たっていう声に起こされた。朝もやの中に大きなトレーラーに乗った電車が姿を現した。晴天で始まった。レコードの音楽も気持ちがウキウキするようなマーチだった。驚くことが起こった。それはどの競技も学校で一番手足が短く背の小さい高橋くんが一等になっちゃうことだった。商品のごぼうやおネギをたくさんもらって高橋くんが得意そうに花を膨らませた。綱引きです。綱引きは校長先生をはじめ全校生徒50人と
他の先生も二組に分かれて生徒たちの中に混ざって OS OS と引っ張った。巴が焼けた。戦争が終わる年の、それは夜のことだった。B29 から焼夷弾はいくつもいくつも
巴の電車の校舎の上に落ちた。先生は通りに立って巴の焼けるのをじーっと見ていた。いつものよれよれの黒の三つ揃いだった。先生は息子の巴さんに言った。おい、今度はどんな学校を作ろうか。先生の子供に対する愛情は今学校を包んでいる日よりもずっと大きかった。先生は元気だった。
悪いとは思っていなくて、それなのにどうして邪魔な子っていうの？これは第二次世界大戦が終わるちょっと前まで実際に東京にあった小学校とそこに本当に通っていた女の子のことを書いたお話です。そんなにたくさんの拍手ありがとうございました。作曲をなさった小森昭宏さん、まあ亡くなってしまったんですけど、きっと天国で聴いて喜んでくださってると思います。四季の角田さん、どうもお疲れ様でございます。そしてオーケストラの皆さん、東京フィルハモニー管弦楽団の皆さん、それでよろしいですよね。間違いない。どうぞ。どうもありがとうございました。どうぞ、心のこもった8月15日をお迎えください。ありがとうございました。